どうも皆さん、お疲れ様です。コールデューティーモダンウォーエア2、キャンペーンモード、続きの方やっていきたいと思います。嵐の予感ということで、石油リグに侵入して、ミサイルを止めるということで、行きます。バレリアの情報だ。乗り込んで掃討し、ミサイルを解除する。嘘だったとしたら、あいつは終わりだ。俺たちもな、油断するなよ。罠かもしれない。さあ、石油リグというと、皆さん懐かしい感じがするかもしれませんが、さあ早速潜入していきましょう。さあ行くぜ。スナイパーライフルに、これはベクターだな。サブ、俺と来い。了解。クリアだ、部屋を出る。危ねえ。シャドウワンは南東の階段へ移動する。できた、行けよ。オールクリア。弾がね。狙いは安全だ。オッケーオッケー。上に2人。ナイス。クリア。バルコニーのドア上だ。危ねえ。ゴースト、こっちはメインデッキに移動中。状況は？シャドウ3と乗り込むところだ。ラジャー、侵入する。ワンダウン！フラッシュを使う！ナイス！俺たちがいると知られたな。もっと急ぐべきだ。シャドウ各員へ、強行突破しろ。コンテナを調べるんだ。了解、はい。移動するぞ。注意しな。シャドウワン、リングから照明弾が上がった。そっちの直後、オーバー。ゴースト、船に合図を送ってる。ミサイルを発射する気だ。やばい。第一段階だ。まだ間に合う。シャドウ各員へ、ミサイルはヘリパッドにある。ちょっと待っとけ。よし、あ、ここじゃねえ。やばいやばいやばい。ワンから指揮官へ、リグを確保。コンテナに。ラジア、目標を確認次第無力化しろ。よし、開けろ。本当にミサイルだ。制御装置はどこだ？あの船の上だ。指揮官、ミサイルが起動した。制御装置が船のどこかにあるはずだ。命令を遂行しろ。発射を止めるんだ。コースの方か。アレハンドロ、足を代われ。ソープは俺とあの船に乗り込むぞ。俺に任せろ。遠いに行く。ミサイルの制御装置を確認する。
かい。頼め。よし行くぞ。コースト、こちら01、海面を移動してそっちに向かってる。了解だ。こっちは敵から攻撃されてる。着陸船は危険だ。じゃあさ、天気に出たらブリッジへ向かえ。いいな、営業装置を確保しミサイルを止めるぞ。了解。どうやって乗り込む。タラップを使え。力で来るぞ。おい、行って。遊撃戦闘行こうぜ。OK。 コンテナが動いてる。怖え、これ。あぶねコンテナに挟まれるぞ。行ってるそばから潰された。これはむずいぞ。これよしよしよし。端っこはまずい。これいや、これはむずいぞマジで。端っこはまずい。コンテナが端っこはダメだろ。真ん中で戦わないとダメだろ。端っこに行くんだったらもうあれだな。
くれ。制御装置は中だ。 OK。 よし下がれ。こちら作動はブリッジの入り口を爆破する。3、2、1、爆破。行け。ブリッジに向かえ。ゴー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 。クリア。軍曹、先頭に立て。了解。リロードです。ゴールクリア。ケイ。ブリッジは2つ上の階だな。そうだ。こちらシャドウワン、2階へ移動する。コンタクト。効果を使って張り込め。ケイ。弾がなくなっちゃうな。グレネード。あべ。ビクターは、これよりブリッジに移動する。狙撃を控え。了解。中に。よし、制御装置があった。接続する。頼んだぜ。さあ頼むぞ。言うことを聞いてくれ。くそ、解除できない。なぜだ。手遅れだ。中止コードはないのか。ああ、この段階では無意味だ。ゴールドイーグル指揮官へ。こちらシャドウ1、ミサイルはブースト段階にあり、間もなく発射される。聞こえるか。了解シャドウ、解除できないなら破壊しろ。了解指揮官。スタンバイ。ソープ、制御装置を頼む。一緒にやるしかない。時間がないからさっさとやるぞ。了解。ソープ、2人必要なんだ。指揮官、こっちは準備よし。命令は、ダルコードを入力し、ペイロードを打ち込め。ダルコードって？発射後の爆破コードだ。ミサイルで石油リグを破壊しろ。アレハンドロはシャドウと戻れ。総員へ、リグを離れろ。繰り返す、リグを離れろ。ラッシャー、残り時間はあと1分。移動だ。よし、ソップ、制御装置を頼む。よし。ログインをバイパスするためにモードに入る必要がある。なるほど。ソップ、クリアとモードキーを同時に押せ。クリアとモードキー、はい。できた。待てよ、どうなってる。ちょっとした技術がいるな。オーケー。1列目、2行の最後に何が表示されているか教えてくれ。2行の最後、C。 これは C だな。チャーリーの C だ。完璧だ。ニューオーリンズに向かってる。そうはさせない。ターゲットが更新された。エグゼキュートキーを押せば設定完了だ。軍曹、俺たちの成果を見てみろぜ。来たぞ。総員へ、衝撃に備えろ。ミサイル発射。こちらシャドウ1、命中だ。ミサイルとリグを破壊した。了解だ、シャドウ1、よくやった。現場を離れて帰還しろ。ソープ、ゴースト、君たちにも感謝しよう。ラジャー指揮官、帰還しようぜ。とんでもねえぜ。
レハンドルよく出してるじゃん。どうなってる。ここは生まれ変わるのさ。なんだ。ゲートから離れろ。え、なんだ。聞こえたろ。正気かよ。ここは俺の基地だ。もう違う。ここは大規模な秘密施設で気に入ったんだ。だからもらう。お前たちは解任だ。お疲れさん。いや、お前の命令は受けない。バレリアから聞いてないのか。そうなるとお前と麻薬王の関わりについて俺の知らないことがあるようだ。お前今何と言いやがった。言い過ぎだぞグレイブス。やめておけ。ほらやめろ。怪我でもしたらどうする。それは脅してるのか。ああ脅しじゃないさ。怪我するんだ。だからな、やめろ。え？シェパードと話す。シェパード将軍にはよろしく言われてる。この結果も予想してた。将軍も知ってるのか。ここからは俺が任されたんだ。だからお前らは引っ込んで仕上げはプロの我々に任せておけ。そもそもお前らと交渉する必要があるか。ないだろ。これは命令だ。お互いにとってのな。お前一体何様のつもりなんだ。部下が中にいるんだ。残念だったな。お前の部下はさっき拘束された。だとグレイブス冗談だろ。あぶねえ。あれハンドラ。行けジョニー、逃げるんだ。サープ行け。やばい、逃げろソープ。まずいゴーストが。おいゴースト、大きな間違いを犯したな。こんなはずじゃなかったのに。やろう。探せグレイブス、あのクソ野郎が。でもこのモダンフォーヤシリーズでこの仲間の裏切りっていうのはなんかどっかで見たことがありますけども。ソープ、腕を撃たれてるぞ。囚人を乗せる足を送る。待機して、あの広場に応援を頼む。こちらブラボーセブンは応答できるか。ゴースト、こちらセブンは聞こえるか。ゴースト、どこにいるんだ。まずい、ゴースト繋がらねえ。うわ、ソープ。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。どっかで見たような裏切りかなという感じですけども、次回このミッション国軍とねやっていきたいなと思っておりますので楽しみにしておいてください。果たして、ソープ負けたウィッシュ軍曹とゴースト、そしてアレハンドロは無事に生き残ることができるんでしょうか。楽しみです。お疲れ様です。